コメンスメント米級航空母艦の16番艦。艦名は太平洋戦争の戦場となったミンドロ島にちなんで命名された。ミンドロは1945年1月2日にワシントン州タコマのトット造船所で寄港した。1945年6月27日に RL 傍慢婦人によって浸水し、1945年12月4日に、 エドウィン・アール・ペック艦長の指揮下収益した。西海岸沿いに成長を行った後、ミンドロは1946年1月後半に東海岸へ向けて出港し、2月15日にバージニア州ノーフォークに到着する。第14空母部隊に配属されたミンドロは、東海岸沿いに空母訓練活動を行い、5月に第8艦隊と合流、西インド諸島で演習を行う。 同年の残りは、大西洋でニューイングランドからキューバにかけて飛行機着艦訓練及び対戦水艦攻撃訓練を行う。戦後の平時状態へ移行し、世界的に共産勢力の台頭による脅威が増大したにも、かかわらず、ミンドロは訓練及び平時活動の多忙なスケジュールを継続した。続く9年にわたってノーフォークを拠点として活動を行う。 ミンドロの多様な訓練及び艦隊演習は、ディビス海峡からカリブ海、大西洋を越えて、イギリス海峡や地中海と幅広い海域で行われた。1950年及び1954年に、ミンドロは地中海に配属され、第6艦隊に所属し活動した。バージニア岬沖での訓練を完了すると、ミンドロは1955年1月17日に、 ボストンに向かう。1955年8月4日に、ボストンで退役し、大西洋予備役艦隊入りする。ボストンでの保管中1959年5月7日にアクフ、悪府 -22、艦種変更される。同年末に処分が決定し、12月1日に除籍される。ミンドロは1960年6月に、香港に開港され、 同年末にスクラップとして処分された。ありがとうございます。